両東半島の一両東半島は中国両寧省の南部に位置する中国第二の大きさの半島で大連などの都市がある。両東という名称は両河の東岸に位置する半島という意味である。朝鮮半島の北西に位置し、満州南部から海を挟んだ対岸の三島半島へ向かって西南西へ飛び出した形となっている。半島の付け根は王緑港と両河に挟まれており、 半島部は西を渤海、南を、黄海、南東を、西朝鮮湾に囲まれている。主要都市は、最西端部に、旅順や大連、半島付け根の渤海側に栄光などがある。北東から千山山脈が入り込んでおり、全体に山勝ちで平野は少ない。千山山脈は長期にわたる侵食作用の影響によりなだらかな丘陵となっている。 両東半島の先端の岬は、大連市両巡区地区にあり、崖海岸の公園になっている。そこに老鉄山灯台があり、またそこはその日によって、黄色の海と青い海の境がよく見える、木木海分解線にもなっている。岬近くの鉄山海道院下村には、中国では、珍しい露天風呂も有する老鉄山温泉がある。毎年秋には、東北地区から南へ渡る鳥たち、 特に高類が上空に上がり、風に乗って山東省へ渡るのが見られるところでもある。トウモロコシや米などの穀物生産が盛んで、リンゴ生産や作産の飼育でも知られる。宴会には当初が多く、水産業や生園業も見られる。両島半島上には15都市が存在する。春秋時代より存在が確認され、園の領土であった。 五関末になると、高孫氏が支配していた。三国時代では、高孫縁がくれと通じ、義から独立したが、芝居により滅ぼされ、芝居はさらに両党に住む15歳以上の男子を、数千人殺害した。この両党高孫氏政権の滅亡が、和の卑弥呼による義への剣士へと繋がったという説がある。1894年に、 朝鮮半島をめぐる対立から日本と清の間で日清戦争が勃発した。1895年の日清講和条約で両党半島全域が清から日本に割上されたが露仏独の三国干渉により清にこの地を返還した。これをめぐる取り決めが両党完付条約であり清から日本に支払われた賞金は3000万両であった。同年、ロシアとフランスは 新国の負った対日賠償金に対して借款供与を申し出た。1896年にサンクトペテルブルクを訪問して皇帝ニコライ2世の戴冠式に出席した新国金佐大臣の理工賞はロシア外務大臣アレクセイロバのフロストフスキーと財務大臣セルゲイビッテと会談し50万ルーブルの賄賂を得てロキヨシ密約を結んだ。 さらに1898年には、対日賠償金の援助に対する担保及び、新国内で起こる、排外主義運動に対する責任を理由に、旅順大連租借に関する条約がロシアと清の間で結ばれた。これによりロシアは、半島南端の旅順、大連の25年間にわたる租借権と、東西鉄道と大連とを結ぶ支線の鉄道敷設権を得て、 軍港や鉄道などの建設が始まった。1900年の北進事変の後は、ロシア軍が両東半島全域を占領、旅順に要塞を築いた。日露戦争では、旅順要塞をめぐる日露両軍の攻防が知られている。1905年のポーツマス条約で、日本は両東半島の先端部にあたる関東州の咀嚼権を、 事実上敗北したロシアから獲得し、関東都督府の本部は旅順、南満州鉄道の本社も大連に置かれた。1919年に関東都督府は廃止された。1932年に関東軍が東三省全土を占拠し満州国が建国されると、咀嚼権の設定は日本が満州国から受けている形式に改定された。1937年には、 満鉄付属地の行政権を満州国に返還した。1945年8月のソ連対日産戦で侵略してきたソ連軍に軍事占領された後は中ソ友好同盟条約で中華民国からソ連が旅順と大連の咀嚼権を獲得し、1949年の中国共産党を率いる中華人民共和国成立以後は国境内戦で 中国共産党政府を支援したソ連が同国に返還し、以降同国の政府が統治している。ありがとうございます。